宇宙の怖い話。国際宇宙ステーションアイス炭酸ガス放出システムに異常。国際宇宙ステーションアイスの米国セグメントで炭酸ガス放出システムが故障。航空宇宙分野の関係者が伝えた。故障した箇所はエンジンの冷却用の送風制御装置。宇宙飛行士は来週にも修繕のための船外活動を予定している。アイスバーを今月14日水曜日に米国セグメントでアンモニアの漏洩が起こり、乗員はロシアのセグメントに避難する事件が起きたばかり。ただしこれは後に警報宇宙の誤作動と判明したため、アイス管制部からは米国人乗組員に自国モジュールに戻ることが許可されている。民の声へ続く。